あれ動画やめたんじゃなかったんですか。は？なんかお休みする言うとったじゃん。一晩寝るって忘れるパターンだからさ俺。あ、なるほどですね。どうもどうも、声だけのオットセイです。ちょっと出てよ。なんでボンネット開いてるんだっけ。なんかやるんじゃないですか。なんかやるの。なんかそこになんか転がっとるんですけど。何これ、 なんか転がっとんね。なんか転がっとんね。アマゾンですね。アマゾンだね。何？なんか買ったのこれ。でかいね。でかいね。普通にでかいねこれ。ジジジ、蹴り。ちょっとKP ガリーさんをちょっとリスペクトして雑に扱うスタイル。なんだろうこれ。何？で、これはき来たー。まあ余計なもの買ったよね。本当だよね。なんなら、うん、これ俺ていうかこれ雑じゃね、アマゾンにしては。野菜が入ってるような感じだよねそれ。アマゾンにしては雑じゃね。なんかさ、すごくね、何も入ってないの。いつもなんかビニールかなんかでこう、うん、なんていうんですか、こうフェイって押さえてるじゃないですか。うん、雑雑。え、しかもこれなんか人参とかじゃがいもとか入ってそうな袋だね。簡単にちぎる。なんかね、前々からね、うん、買おうかなと思いながら、うん、買えてなかったんですよね。これはあれだね、なんだっけ、ゼロ戦チャンバーというやつだな。そうですね。これ、不思議なんですけど、うん、なんで、うん、青の方が高いんですかね。知ってます？知らない。青の方が、なんで青の方が高いんですよ。青の方が高いの？そう。そうなんだ。なんでなんだろう。へぇー。誰か知ってる人コメント書いといて。うん、コメント書いといて。よし。開封の儀。これ何？何馬力上がるのこれで。え ?100 馬力っすね。100馬力？やばいじゃんこれ。これもともと何馬力だっけ。500馬力っすね。モンスターかや。モンスターをアブソリュートになってる。これツインターボなもんで。あ、ツインターボなの、うん、まあいいや。これ ISF のエンジンなんだ。ISF、ISF。なんかおったね、模造品の人が。いや、あれ ISF の、うん、IS250 パッケージなんだ。あ、そうなの。はい、お、はい、お、はい、お値段なんと、はい、じゃん22,000円ぐらい。あはー。で、書いてあったね。これ、実は3日ぐらい前にこの、っていうラインが飛んできた。2日前だ。金曜日。金曜日に。昼ぐらいに。うん。っていうラインが来て、なんだろうと思ったら。仕事中にアマゾンを見るスタイル。じゃあ、仕事中にキャス見るスタイル、俺だね。うん、それと同じだね。うん、はい、付属品はこちら。はい、こちら。まあこれはクリーナー部分、フィルター部分。ここだけ売ってるけど、うん、普通に、うん、あ、売ってるね。そう、まあ、交換用ですよね。交換だね。で、これは、はい、本体ちゃん、これをチャンバーっていうの。俺よくわかんないんだ、この手。これカーボンなんでしょ、一応。あ、そうなの。だから軽いんでしょ。もうステップワゴンとかつけてたけど、よくわかんない、うん、なんか、見た目か。見た目ね。あとはまあ、ステーなり、そうねえ、まあこのホースなりみたいな、バンドなりみたいな感じだね。そうほーん、じゃあ、とりあえず。優しいから動画のネタ？そう。わざわざね。そう、ありがとうございます。俺も悩んだんですよね。そう。動画も一時ちょっとお休みするとか言ってたから。そう。まあとりあえず、つけようか。
着いたね。着きました。てかこれテイク2なんだ。言わなきゃいいの別に。着いたね。はい。うん。着いたね。うん。着いたね。着いた着いた着いた。ほら。ほれほれ。ほれほれ。ほれほれ。ほら、綺麗だろう。どうだろう。いいだろう。いいだろう。俺のじゃないけど。いいだろう。そう、あのね。うん。アリストの時もね、うん、ビッツの時もね、うん、変えてなかった。え、そうなの、うん、意外、逆に変えてそうなの。なんか休廃、廃棄は変わってたんですけど、休憩やってなかった。へ、うん、本当はね、駅前にも変えたい。あるんですよ、トラレーシンみたいな。トラレーシン、そう高いですけど。じゃあ次回そうだね。いやいや、高いじゃない。普通に2桁万円。まあ、次はスロコンあったら行っちゃう、やっちゃう。スロコンもでもね、これと変わらないもんな。あ、そうなの、そんなに安いん。2万ぐらい。へぇ、で、そうなんだ。某白いオデッセイのりが行ってたんで、うん、ちょっと調べた、2万ぐらい。へぇ、そうなんだ。へぇ、なるほど、うん、まあまあ、ということで着きました。はい、はい、ありがとうございました。なんか動画提供、はい、動画ネタ提供ありがとうございました。はい、まあ、あの、お題はいらないんで、はい、今回は、はい、大丈夫です。余計なこと言わないくていいのに。バイバイ。